どうも、エゾリスです。今回は、記念すべき2019年4月、最後の登山ということで、北海道最高峰である旭岳にやってまいりました。さすがにまだ雪が多く残ってますね。スキーやスノーシューがなくても歩けるほど雪は閉まっています。多少、風はあるものの暖かく、行動しているとちょっと暑いくらいです。さて、なぜ今この時期に登っているかというと、ちょっと現地で確認してみたいことがあったからです。何ですかそれは？それはジェリフラクションです。ところどころ雪が溶けて、地表が見えているところがあります。今なら、ジェリフラクションの状態が確認できるかもしれません。日が当たるところは普通に乾いていますが、このようにドロドロしているところもあります。これはジェリフラクションが起きてるんですか？正直よくわかりません。よく見ると、雪解け水で砂が流れているのも見えますね。はい、というわけで旭岳山頂です。明日は2019年5月という新しい時代の幕開けですね。いやー、めでたいですね。